こんにちは。アニソン、ゲームソングの最新情報をお届けするプログラム、明治スリリースインフォメーション、VJ のクラッカータです。今年もやってきました。2019ウィンターシーズン。今月のゲストはですね、ネガティブハートを歌とダンスと元気な笑顔でポジティブ変換しちゃうアイドル、イケてるハーツのメンバーをお迎えして、にぎにぎしくお送りしてまいります。そして、朝香さん、みことさん、ズバイの皆さんからもメッセージ届きます。それでは行きましょう。それでは、Let's get started!グループアイドル専門レーベルスタンドアップレコーズ一番のフットワークの軽さでライブアイドルシーンにグイグイ来てる。まさに俺のイケてるハーツ。イケハ8枚目のシングルは内田琴音さん、そして越智佳林さん在籍のラストシングルなんです。切ない恋心をまっすぐに伝えたい。そんなイケハメンバーの宇佐美まどかさん、にじかさん、そして白木レイヤさんからお話聞いちゃいます。それではクラークさん、行きますか、行かれますか。はい、今回のゲスト、イケてるハーツの皆さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。はい、私たちは君のハートをポジティブ変換、イケてるハーツです。はい、イケてるハーツのスイコリーダー、にじちゃんことにじかです。はい、レイヤこと白木レイヤです。はい、マドリンことさやままかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネバーストップラブリリースです。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかまた今までイケてるハーツ8枚シングル出させていただいたんですけど、その8枚の中のどれにも似てないような曲に仕上がったなって思っていて、なんかすごい、なんかすごい曲の話になっちゃうんですけど、リズムが難しかったりだとか、あとなんか歌詞も今まで、まあ、なんか恋してる系な曲も何曲かあったんですけど、なんか今までの可愛らしい恋してる曲とは違って、本当になんか恐ろしい好きの重さを感じる感じる、結構なんか本当に片思いの気持ちがもうすごいもう溢れ出てる曲になったなって。切ない感じ、切ない感じね。だけど愛好きだって気持ちがすごい詰まってる、詰まってると思います。今回のミュージックビデオ、こんなところ見てほしいなんていうのお三方ありますか。はい、はい、私はあの高い橋の上で撮影をしたんですけど、そこに寝転がったり、そこで座りしゃがみ込んで涙を流したりしてるので、本当一瞬なんですけど、ちょっと注目してほしいなって思います。な切ないシーンがね、あって、なんかフェンスをガンガンやってみたりとか、続きを受けてみたりとか、ちょっと全体的にこういう切ない、節目がちな、顔が多いのも今回結構初めてなのかなと思う。笑顔が NG でした。おー、すごい。笑わないでくださいって言われました。そこも注目してほしいポイントです。はい、そうですね。ちょっとシリアスなね。そうです。そんなイケてるハーツが見れるという。はい、はい、ぜひミュージックビデオもご確認お願いします。お願いします。お願いします。ライブ活動が多いイケハーちゃんですが、はい、はい、これからのお三方の目標、野望みたいなのありましたら。イケてるハーツ今までにチケットをソールドアウトしたことがなくて、やっぱそのソールドアウトさせるっていうのは一つの目標にあります。すごいリーダーあるなって思ってでも本当に、結構いろんな会場させていただいてるんですけど、ワンマンライブとかもね、結構イケてるハーツたくさんさせていただいてるので、やっぱこのメンバーで今回新体制にもなりましたし、今までで一番たくさんの方を集めたワンマンライブができるようになりたいなと思ってます。いいですね、野望がね熱い気持ちが、熱い気持ちが伝わりますね。はい、さあ、そんな熱い気持ちを今ライブについてね語っていただいたところで、はい、3人が今それぞれ熱くハマっていること、これはもうダメですよ、一人ずつ教えていただきますから、はい、よろしくお願いします、はい、では私から、はい、最近ほうじ茶にハマっております。ほうじ茶、はい、もうほうじ普通のほうじ茶でもほうじ茶ラテミルクティーでも、うん、ほうじ茶のアイスでも何でも結構ほうじ茶が好きなんですけど、普通のほうじ茶でも茶葉感があるものが好きです。ハマってます。ゆりかさん難しいですよ、茶葉感茶
茶葉感って何でしょう、どんな風味というか、香ばしさがあればあるほど好きです。はい、それが茶葉感だそうです。わかんない、私が個人的に作った言葉かもしれない。はい、そんな感じです。なんでほうじ茶をこう熱くハマってしまったんですか？なんかきっかけはないんですけど、気がついたら毎日のようにほうじ茶ラテを飲んでました。さっきもこんな寒いのにほうじ茶のアイスを食べていて、本当に好きなんだなって。報告見つけて即買いしてしまいました。割とあれですけど、好きになったものはこう重ねて食べてしまったり飲んでしまったりっていうことありますか？あります、あります。もうすごい飲みます。すごい、すごい。でその後一定期間を置くと、あれ、あのブームは何だったんだろうみたいなことに、にじかさんなりませんか？ありますね。なんか本当に熱しやすく冷めやすいという典型的な感じだと自分で思ってます。ギリギリですね、この、まあ、映像が残っている間は、ほうじ茶好きでいてください。はい、頑張ります。多分大丈夫です。確かに。さあ、それが、はい、私も食べ物なんですけど、20歳を超えてから、はい、結構いろんなものが食べれるようになったりとか、うん、なんか大人になってからコーヒーとか美味しいなって思うようになったんですけど、最近はちょっと大人すぎるかもしれないんですけど、レバ刺しがすっごい美味しくて、あの結構メンバーの中でも馬刺し好きな子多いんですけど、うん、この間ライブ帰りにちょうどメンバーのりえちゃんとおきさんと、美味しい馬刺し屋さん、美味しそうな馬刺し屋さんだなって入った時に見つけたおすすめだったレバ刺しが本当に美味しくて、なんかこんなに臭みもなく美味しく食べれるって、ちょっと自分大人になったのかなって気持ちになって、それから結構探し歩いちゃいます。レバ刺し、馬刺しの類を探して、ね、生のお肉の美味しさに。すごいですね。まあでも大概飲み屋だと思うんですけど、その辺はあのイケてるハーツとしては、セーフですかね。でもそうですね、メンバーであまりお酒を飲まないんですよ。そういうお店だっても飲まないんですけど、まあ、ちょっとお酒飲める年もなったので、はい、今度は確かに片手に何かお酒を飲みながら食べたりとかもねしたいですね。ちょっと確かにお酒のつまみにねすごいいいですよね。そうですね、はい、進むような感じ。ちょっとあの酒飲みのお話になってますので、すいません。今回の新曲は Never Stop Love でございます。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、しのぎさんは？はい、私は馬刺しが出た。重ねます。はい、はい、私も酒飲みではないんですよ。ただ九州出身なので、結構母が熊本出身だったりして、うん、あの家庭に馬刺しが食卓に出たりとかがあって、うん、はい、ついこの間も母がクール便で馬刺しを送ってくれて、うん、すごい自分でさばいて独り占めしてくれた。最高じゃないですか。じゃあこれを見てるお母さんに向けてですね、ありがとうを伝えてください。お母さん、いつも馬刺しありがとう。これからもよろしくお願いします。泣きそう。これを見てる皆さんに向けてですね、告知メッセージを最後にお願いしたいと思います。イケてるハーツ、11月の27日に8枚目となるシングル「Never Stop Love」をリリースいたしました。こちら先ほど話した通り、すごい好きという思いが詰まった曲になっていて、カップリング曲もマリアかけら2曲とも素敵な曲に出来上がってますので、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、12月14日には、ワンマンライブも、はい、11人体制初めてのワンマンライブがありましたり、はい、来年2020年1月11日には新宿ベイズさんにて内田琴音ちゃんと越智かりんちゃんの卒業ライブがあります。はい、新宿ベイズさんは今まで一番大きい会場なので、よかったらぜひこれを見てる皆さんも遊びに来てください。お待ちしてます。はい、ということで今回のゲスト、イケてるハーツのお三方に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニューシングル「Never Stop Love」発売中。朝か。朝かバーストフルアルバム「ハートタッチ」発売中。もしそうなればこの
激狭な部屋から抜け出し、今すぐ旅に出るぞ。今から？流れに全然できてないけど。私もって、とりあえず一人で歩けるから。まあ、悪い悪い、ついでついてこーい。あ、ま、待って。ヘアキャン2020年1月放送開始。皆さんこんにちは、アニソンシンガーのアジアン咲花朝香です。私朝香はこの度7枚目のシングルを1月29日に発売することになりました。タイトルはザ・サンシャワー。こちらの楽曲は1月より放送開始のショートアニメヘアキャンの主題歌になっております。今回の楽曲はですね、朝香初の心温まるエモいバラードになっております。朝香の新しい顔っていうのも楽曲の方で、しかもミュージックビデオもかなりエモいものになっておりますので、新しい朝香の一面をお届けすることができているんじゃないかなと思います。なんと今回テレビアニメゆるキャンのエンディングテーマ冬日和を作詞作曲された佐々木えりさんに楽曲を書いていただいております。ぜひね、ゆるキャンの世界観がたっぷりと詰まった作品になっているので、ミュージックビデオそしてテレビアニメ楽曲ともども、いろいろね楽しんでいただけるといいなと思っております。よろしくお願いいたします。さらにね、こちらのシングルのリリースイベントを東京と名古屋で行いますので、こちらもぜひ遊びに来てください。ということで、今年の冬は冬キャンで決まりだ。朝香でした。またね。名作ボーイズゲームに切れ味鋭い超個性派楽曲を提供し続けるソングライター&アーティストミコト。人気男性声優のあのキャラクターソングをミコト自身でセルフカバー、そして今までにリリースしたシングル曲と CD 未収録の2曲をカップリングした、まさにベスト中のベスト、究極中の究極。女子はもう聞くしかない最高のやつです。どうも、みことです。今回はセルフカバーアルバムを、リリースさせていただくことになりました。このアルバムに入ってる曲なんですが、遡ること8年前ぐらいからですね、いろいろな方に歌っていただいて、楽曲提供させていただいた曲をですね、今回は自分で歌っちゃおうということでですね、いろいろなアイドルの方であったり吸血鬼の方であったり、いろんな生き物の方に歌っていただいて、おりましたが、自分で歌ったらこんな感じになるんじゃないかなと、いうのがありまして、その違いを楽しんでいただいたりとかですね、まあ、なんかあっちの方がいいじゃん、こっちの方がいいじゃんみたいな、楽しく、お話、ね、お友達と一緒にね、議論していただくのもなんかなかなかいいんじゃないかなと思いますので、いろんな観点で聴いていただければと思います。いい曲ばっかりですよ。ということで、あとはですね、最近ハマっていることと言いますと、その来年をオリンピックじゃないですか。なので今年も最近もラグビーのワールドカップとかあったりですね、いろんな日本代表のいろんなスポーツをですかね、やっておりまして、結構観戦するんですが、もう何がやりたいかというと、もうオフロードパスがやりたくてしょうがないです。ラグビーでね、流行っておりましてね、まあ俺がやるとしたらもう一瞬でどっか骨折すると思うんですが、頑張って体を鍛えようかなと思っております。以上、みことでした。ありがとうございました。この夢は夢の形で、明治東京廉価 B プロジェクトなどの乙女向けゲームを世に送り出してきたラブ&アートが送る任天堂スイッチでは、同ブランド初となる新作乙女ゲーム幻想マネージュ、佐々木莉子が歌うオープニングムービーが公開されました。思いを紡ぐ夢見るような楽曲が物語を華麗に演出していきます。2020年1月30日発売予定、任天堂スイッチ幻想マネージュ。こんにちは、ズバイのベースのめぐです。ボーカルのやぶです。
第ニューアルバム愛しかない皆様手に取ってくれたでしょうか。私たちデビュー15周年記念ニューアルバム愛しかない発売中です。ぜひ手に取ってくださいね。よろしくお願いします、はい、そして私たちはですねこのアルバムを引っ提げて12月29日にリリースワンマンライブが決定しました。ありがとうございます。はい、12月29日の場所はスペースエモ池袋にて開催されます。ズバイでは初めての歌手がワンマンライブを年末にやるのはそうですね久しぶりかもしれませんね。うん、なのですごく楽しみにしてます。はい、あやみさん意気込みをですね、まあ、ズバイを知らない方ぜひ見に来てほしいなと思っております。あんなことやこんなことをいろいろ来てくれたファンの方々と一緒に共に楽しみたいという思っているズバイなので、はい、ぜひちょっと聞きに来たいなと思う方遊びに来てほしいなと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。ミコトセルフカバーアルバム12月25日発売。メイジスリリースインフォメーション。今回のエンディングは12月ということでナビゲーター役の平エレンさんとご一緒です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう堪能な英語、いやそれからもうなんていうんですか、声でちゃんとこう演じることのできるっていうね、ありがとうございます。もう感服しております。とんでもないです、はい、私は一色しかないのに平さんはこうやってこう今日は白ですけどもね、そうですね、何色にでもなるという平エレン、はい、今年1年、まあ振り返りということもあるんですけど、はい、どんな1年だったんですか。そうですね、今年はですね、まあ、いろいろイベントにも出させていただいたりとか、こうそうですね、結構外にこう表に立つことも結構多かったので、はいはい、結構楽しい1年でしたね、はい。もう本当にクリスマスも近づいてるんですけれども、クリスマス何か思い出みたいなものがあった。クリスマスの思い出はないです。ない、ぼっちなんでないです。はい、はい、ないそうです。はい、以上です。信じるか信じないかはあなた次第です。まあ今年も本当1年、はい、明治リリースインフォメーションの中ではナビゲーター役本当お疲れ様でした。はい、来年もお願いしたいと思います。これを見てる皆さんに向けてですね、はい、平エレンの締めくくり、それから来年のこう意気込みみたいなことをちょっとお話しいただいてもよろしいですか。そうですね、今年も1年ご覧になっていただきありがとうございました。来年もですね、またいろいろとこうパワーアップして英語も日本語もですねこうたくさん極めて皆様に楽しい情報をお伝えしたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。私も平さんに同じですということでお送りしてきました明治リリースインフォメーション。2019年もお世話になりました。また来年お会いしましょう。 See you next year. バイバイ。